よく戻ったミーコ。提督より私の故郷バードスから帝国軍の協力者を連れ出すよう命じられた。協力者はグレブ五民官、私とハスクの教官を務めたこともある現地の高官だ。シンダー作戦とのつながりは不明だが、全ては提督のお考えだ。バードスへジャンプしろ。ドーントレスだ。フォンドアで助けた船がここで何を？積み荷を届けたんだ。あれは衛星を積んでいた。モフレイスはシンダー作戦に使うと言っていたが、標的は明かさなかった。提督もだ。そういうことか。衛星が位置につきました。よろしい。呼んだ覚えはないぞ、コマンダー。バードスを標的に？その一つだ。なぜ？この星は帝国の一部のはず。彼らは忠誠を誓っています。それは陛下のご命令だ。粛清を行うのはこの星だけではない。恐怖をもって銀河に誰が支配者かを思い出させてやれ。ここはふるさとよ。帝国こそが我々のふるさとだ。そして陛下の命令は絶対だ。死んだ人間の命令など受けない。なら私の命令に従うんだ。衛星を起動しろ。やれ。すぐにバードスに向かえ。そして私のもとにグレブ五民官を連れてくるのだ。以上だ。これで話は終わりだ。コルウスにいるエージェントハスクを呼べ。今すぐ彼と話がある。市民がさっき立って、私の責任ではない。いやさ、せめてアーカイブに入れてくれ。
ここより先にケミンは立ち入れない。みんな出るかもしれないんだ。ダーラシはいじめる。俺はどうしたの？ケミンはそれも何かけて、この風の中じゃ何もできないだろう。待つしかないよ。全部の計画を信じる。そういうところみたいな。勝利の覚悟を問う試金石に他ならない。まるで父みたいな。だからこそ私は提督の命令に従っているのです。上官が誰かを忘れるな、エージェント。どうぞ、コマンダー。遅いじゃないか。アイデン・ベルシオ、提督の使いだな。そうか、娘を怒ってよこそうと私は重要か。確保した。行くぞ、グレブ。いや、命令する立場か、偉いね。おい、待て、下がれ。これは私と行く。他の役立たずはここに残る。行くよ。コマンダー、ランディングベイ2に船が。そこなら安全だ。行け、早く行け。おい、何をしてる。ダメだ。アスク、ダメだ。これは任務ではない。落ち着け。大丈夫、脱出できるから言って。ダメだ、貴様。私が指揮官だ、下がって。アイデン、命令違反だ。救出するのはグレブ5民間1人だけ。そうだろう。状況が変わったんだ。周りを見てみろよ。これがお前の信じた帝国だっていうのか。出る、そこまでにしろ。口を閉じろ。帝国の務めはシンダー作戦のような惨事から市民を守ることだ。帝国は生まれ変わった。これが新しい帝国だって。俺は関わりたくない。このままコマンダーの命令に従う。これが命令なのか、他の命令なのか。反逆罪だぞ。本気なんだな。ええ。命令を受けてる。武器を下ろして。その反抗心があんたを滅ぼす。ベルシオ提督、コマンダーベルシオとエージェントミーコが任務を放棄、反逆を犯しました。すみません。分かった。グレブを連れてこい。それが任務だ。裏切り者は任せろ。広場の向こうに抜けられる道がある。そこを目指す。もちろんです、コマンダー。発砲は控えて、見つかれば厄介なことになる。新しい命令。どこか隠れないと。見つかる。上から新しい命令だ。特殊部隊を2人始末しろ。見られていない。この調子で行きましょう。この星から脱出するぞ。まさかの限り者か。見つけ出せ。はあ、うまくいった。よし、そこの道だ。ハックしてくれ。コルスに戻り、帝国中域を抜け出すしか方法はない。聞いたでしょ。飛べば撃ち落とされる。なら対空防具を破壊しないと。
これはまずいな。気を強く持てフレル、我々には市民とコルースの運命がかかっている。帝国の通信につながらない。コルースにはこちらの無事もわからない。何か考えよう。ハック、できれば避けたかったが。処刑を宣告された身だ。身を守らなければ死ぬ。そうですね。この先の対空システムを破壊しよう。ついていきます。これで少しは対空砲に近づきやすくなる。さあ、行くぞ。了解。動きを止めろ。エリアをスキャンしろ。何かを撃ってる。脱出船だ。逃げたいのは我々だけではなさそうだ。よし、こっち。見つからないように進む。了解。合図を待て。敵をスキャン。ハックだ。トルーパーだらけです。ウォーカーが付近に部隊を下ろしてる。見つかるな。 AT-AT の盗みです。脅威を確認しろ。ショックを使え。ハックだ。スキャン。動きを止めろ。
ウォーカーがいる。このキャノンは対空ターボレーザーを吹き飛ばせます。そうだ、パラボラレーダーを破壊すればここの全対空も無力化できる。攻撃されてる。
脅威となるも。連中は仕留めしろ。エリアをスキャンしろ。ベルシオ提督、エージェントハスクです。任務を完了しました。感謝するぞ、コマンダーハスク。毒にはならなかった。残ってくれたクルーがいる。彼らは避難民の保護を手伝ってくれた。様子は？怯えて、混乱も。でも生きてる。次に何が待ってるのか。警告を伝えないと。誰に？反乱軍？口を開く間もなくサンスポートプリズンに放り込まれる。だからあなたはコルーズでどこかに離れて、俺がタイファイターで救難信号を出して反乱軍が気づくのを待つ。私があなたをここに放り出していくとでも。デル、私たちはインフェルノ隊よ。忘れないで。